どうも、しゅんです。はい、ということで、僕は埼玉県の川越市に今来ています。今日インタビューさせていただく方は、渋谷匠さんっていう方なんですけども、解体業、家とかを壊して解体するっていう、そういう業界の関東では、そのナンバーワン の, あの業績だとか、有名度の、E グループっていう旧社を束ねる社長さんです。で、その傍らアーティスト活動もされてて、最近で言うと、一本道っていう曲が最近リリースされて、湘南の風の若旦那さんがプロデュースされたっていうので話題で、レコチョクで1位とかになったりしてて、多方面で活躍されてる社長さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと質問を何個かさせていただきたいんですけど、はい、渋谷さんは19歳の時に起業をされたんですけど、はい、会社を作ろうと思ったきっかけみたいのはあるんですか？はい、僕ですね、実は中卒なんですよ。割と10代の時は少し型にはまれないようなね。そうですよね。もうびっくりして、もうどんな怖い人なんだろうって思ってたら、めっちゃなんか優しい方で。18歳の時に街で喧嘩して足をね刺されたんですよ。本当にやばい。それはそれが傷が大ももの内側の大動脈まで1センチだったっていう。でそれで、まあ、救急車で運ばれて緊急手術になるんですけど、足が動くか分からないし、あんたあと1センチで死んでたよって言われたんですよ。もうそれを聞いた時にね、もうなんだろう、全部がこう変わったというか、今本当にやり直さなきゃ、もう多分ずっと俺はゴミ拾ってこの人生、一回の人生終わっちゃうと。むしろ一回終わっちゃった人生だと思えば何でもできるなと思って、足が治って歩けるようになった。もう目いっぱい働いたんですよ。働いてるだけじゃダメだと思って、お仕事が終わった後に何かサイドビジネスないかなと思って、その結果19歳の時に、あ、自分にしかないものって考えたら、人脈がいっぱいあったんですね。それはいい人脈じゃないです、はっきり言って、はい、やんちゃしてる後輩とか、はい、そういう人脈がめちゃくちゃあったんですよ。自分にあるものを探して、ね、もちろん同じだと思うんですけどね、そこをただただ磨いたっていう、コツコツとっていう感じなんですね。そうなんですね。これが19歳に起業した、手順ですね。じゃあ今もそのやっていることの本質的には変わらないっていう感じ、はい、そこから19歳から、当時は人単位でしか仕事を受けられなかったんですけども、はい、お金が貯まってきたら今度現場単位で仕事を受けるようになったんですね。そしたらあとはもう100万で取った現場をどうやって80万で終わらせようか、人間は少なく、極力人件費が少なく、ゴミも必要時に出さないようにしてっていう風に企業努力をして利益を出して体質に変えていきました。これがどんどん延長で今の E グループにつながっていく。すごいですよね。さっきそれがその積み重ねで、うん、その41億まで。あ、そうそうです、そうです。すごい半端ないですよね。この人と一緒に働きたいって思う人、方と思わない方がいると思うんですけど、うん、なんか一緒に働きたいなって思う方はどういう方ですかね？僕好きな言葉で、はい、泣かぬなら泣かぬのもよし、ホトトギスっていう言葉があるんですよ、はい、これは松下幸之助さんの言葉なんですけど、はい、泣かないなら泣かないでもいいじゃないかって。じゃあ何をこれをここから感じられるかっていうと、はい、その人がもし自分の言うことについてきてくれないんだったらそれはそれでいいと。むしろその人が持ってるマンパワー、バイタリティ、自分のその人が持ってる独自のオリジナリティを使える経営者であればいいだけじゃないですか。一生懸命自分のビジョンに無理くりこうついてこさせたりね、ついてこれないんだったら切ったりするんじゃなくて、だからどんな人と働きたいかっていうトムトイに関しては、はい、僕は縁があればどんな人とだって働きたいです。素晴らしすぎる。100点の答え、うん、いや本当お気に入ってるわけじゃないですお気に入ってないですよね。心からですもん。そうなんです。自分のね、社長室に実は逆棒10日飾ってるんですけど、はい、どんな人でも使いこなせる活人権みたいな、生かせる、その人を生かせる経営者になりたいっていう自分のモットーがあるんで、どんな人とでも働いてみたいです。合わないなら合わない人ほど楽しいです。だからその人をすごすぎる、どう輝かせられるかな、はい、これが経営者の僕は本質なのかなって。めちゃめちゃ渋谷さんと働きたいです社風が変わってて、はい、ピラミッド型の組織を自分はもう本当に壊していってるんですね。フラットの組織っていうのをすごく意識してて、だから全社員の中で僕のことをタックンっていう人が3分の1、うちうちで気ばっか使っちゃって、もっと大切しなきゃいけない世の中ってところに気を使えない、むしろ社内でそのエネルギーを、その上司に使うエネルギーがあるんだったら、ちゃんとこのお客様であったり協力業者に使いなさいっていう、僕ずっとそれを思ってたんですよね。だから今は本当にこうフラットの組織を意識してるっていうのが一つ大きな特徴なんですよね。だから若い人たちがどん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 こう走
働きたい働きたいって言ってくれる。たっくんが、うん、その最近直面したその苦労話とかってありますかね。課題とか昔で言えば本当にこう自分自身も全く学歴がない中で起業してるんで、うん、いろいろな人に騙されてきましたね。ああそうなんですか。うん、落とし穴でもいっぱい回ってきましたよ。仕事したけどお金もらえないとかね、ザラでしたね。それで何千万とかこうお金もらえない。マジですか。ありましたありました。だそういう経験がだん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 自分を育ててくれたんですけど、でもやっぱ大事にしてるのは自分のことを騙した人とか自分を引っ掛けた人たち、そういう人たちをどうしたら愛せるかなっていうのを考えるようにしてますね。わざとでそれみたいな考え方しませんか。あの人を嫌う時ってめちゃくちゃエネルギー使うんですよ。人のことを恨んでる時ってすっごいエネルギー使って、確かにもうあいつうぜえなムカつくなって時ってすっごい心も頭も使うんですよ。疲れちゃうんですよ。じゃなくてあでもいいか俺も悪かったからって思う瞬間って自分が一番救われてるんですよ。実は人を許した時って自分自身がさっとこう解放されるんですよね。恨んでる時ってずっと恨んでるんです。もう疲れ、あいつの行動気になるなとか、あいつ今度俺のことあんなこと言ってねえかなとかって気になるんですけど、まあいいかあいつはあいつだし、うん、俺も悪いとこあったんだよなっていうふうに自分の非を認めた瞬間に人ってスッと楽になる。確かにな。だから僕は今までその苦労っていう中で苦労を、うん、苦労をさせられた人たちって言っちゃ失礼かもしれないですけど、そういう人たちにどうしたらありがとうって言えるかをすごい大事にしてきてますね。いましたね。なるほど。なんか聞けば聞くほどすごい好きになってしまいました。ありがとうございます。僕が女性ならもうすぐ落とされそうだな。でもその自分の良かったのは満たされてないですよね。自己実現欲求っていうのは、うん、でも満たされた後にそういうなんていうんですか、周りの人にやってあげようとか社会貢献の欲がその後に出てくるのかなって思ってるんですけど、うん、渋谷さんの場合はその自分の欲が満たされた後に人にやってあげようとかいう気持ちが出てきます。これも僕一つ信じてるんですけど、はい、自分のお腹が空いてると人にパンってなかなかあげられない、はい、まあ、あげられる方もいるんでしょうけど、それって長続きもしなければどこかやっぱり角が立つと思うんですね。まずはしっかり自分がお腹いっぱいになること、それがお金なのか夢なのかわからないんですけどね、自分がちゃんと満たされる、幸せって満たされたら次に周りのお友達のこととか家族のこととかが見えるようになってきて、自分の近しい人たちにもパンをいっぱい配ってあげたい、僕はお腹いっぱいだから、それが満たされたら今度は社会のために何かしてみたいとかっていう風にどんどん輪が大きくなるかなって僕は考えてるんですよね。本当にその通りだと思います。音楽活動での目標みたいなのあるんですか。はいはい、大きく分けて2つなんですけども、まず1つ戦略的なところとして、まあ、これはもうぶっちゃけ話なんですけども、はい、アーティストとして少し長く通ってきて、でもう社長もやりながらちょっと面白いですよね、はい、そうすると、まあ、いろんなメディアさんにも取り上げていただいたりとか、はい、されまあ、おかげさまでしていただいて、はい、そこに必ず弊社の名前を出すようにしてるんですね。そうするとインターネットで検索してくれるいきなり上がるんですよ、検索して。地上波なんですごいですよ、反響が。ラジオもそうですし、そうすることによってアーティストとして出た時、ラジオに例えば出ても僕が会社名を言ったり MC の方が言ったりすると、当然視聴者の方がそれをGoogle、まあ、検索してくれるわけですよね、はい、そうすると弊社の SEO が上がってくるんです、はい、単純にじゃあ例えば地上波で15秒の CM を打とうってなったら15秒でも300万ぐらいは確かにしちゃうところを、例えば1分間でも2分間でもいいから地上波に取り上げてもらえれば、それだけで何千万でも価値ってことですね、はい、これが本当実は戦略的な、そうなんですね、ぶっちゃけ話なんですけど、あそうなんですね。そうなんだ。知ってる業者さんと知らない業者さんだったら知ってる業者さん選ぶんですよ、お客様ってちょっと高くたって選ばれるっていう、それぐらい人ってやっぱりあ知ってるってすごく安心感になるんですよね。2つあって、もう1つが、はい、本当にこれは一本道で言えば歌詞にもしっかりと込めさせて、まあ、歌詞は若旦那さんがまとめてくれてるんですけど、はい、歌詞の中で自分が伝えたいことっていうのは本当に若いこれからの方たちへの本当にメッセージなんですね、はい、自分みたいに本当はバックボーンが全くなくて、普通に家もねお坊ちゃんまりとかじゃなくて普通のこういうど田舎の生まれで中卒だし、読み書きもろくにできないし、でもこんな人間も本気になれば絶対何者かになれるんだぞっていうのを、僕が輝いてればその見本になれるというか、彼らの見せ場になれるんじゃないのかなっていう思いがすごく強くてですね、なんかそんな思いを本当に込めて広く発信していきたい、その広く発信するルーツが音楽だったっていうところもあるんですけどね。だから心から歌えてるっていう、本気で歌うから
ファンの方がついてくださって、だからまた会社の認知度も上がってっていう、まあ、本当にいい相乗効果というか、そうです、相乗効果になっている。なるほど、ね、めっちゃいいですね。自分の会社視点でもそうですし、社会貢献っていう視点でもそうですし、はい、っていう2つの視点があるっていう、軸があるっていうのはめちゃくちゃすごいな。いやーそういうのになりてえな確かになれると思います。あの今はしっかり自分のためにやってください。何度も言いますけど、自分のお腹ちゃんと満たしてください。それが大事、はい、うん、そうじゃないと絶対にその僕は、僕は見れないと思うんで、いいと思います僕は。わかりました。すみません、全然偉そうなこと言うつもりないんですけどすごく自然だと思いますし、むしろすごく将来期待できるなっていう期待値を感じましたね。その思いっていうのを必ず貫いていただけるといいのかなというふうに思いますね。ありがとうございます、はい、この渋谷さんから、たくみさんからいただいたお言葉を自分の中で、ね、体現化してちゃんと結果として残せるように、はい、今後頑張っていこうと思います。ありがとうございます。すみません、長くなっちゃって。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました、はい、貴重なお時間。頑張ってください、はい、頑張ります。本当に期待します。 ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、下の概要欄に、たくみさんの一本道 の、 PV とホームページがあるので、ぜひチェックしてみてください。すごくいい歌なので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします、はい、じゃあな。ありがとうございました。頑張ってる若い人が本当に大好きでね、自分にとっても一番いい時間です、この時間。このために頑張ってるもの、マジですか。本当に僕も本当にこの川越市に来てよかったなって心の底から思いました。